はい、よろしくお願いします。はい、皆様お疲れ様でございます。ナイキスニーカー経済アナリスト兼スニーカー相場師の辻尊と申します。本日のテーマは昨今の円安ドル高におけるスニーカー市場の今後の展望、それとですね、日本円の価値についてもちょっとお話したいと思います。さらにはですね、最後にこちら先日発売されましたジョーダン・フォーのですね、ブレッド・リーマジンドの今後のプレネ相場の推移というのをですね、私未来予測立てております。これに関しましてはですね、スニーカー投資だけに限らず実物投資、これをね検討されている方、非常にね参考になるかと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけたら幸いでございます。ということで、早速ですけども一つ目の議題に移りたいと思います。はい、物価上昇についてということで、これに関してはね、やっぱりスニーカー番組ですから、ただインフレで物価上昇してますよっていうグラフを見せるんではなくて、ジョーダン1の定価の上昇、これをグラフ化してみました。はい、調査期間としましてはディテール変更後のですね、2014年から、現在の2024年に至るまでの期間となっております。まあ、ディテール変更というのはですね、はい、このようにですね、2014年の11月ブラックホワイト、まあ通称パンダですね、これがね、かかとの部分のその四角い部分がね、横型の長方形なんですよ。そして12月に発売されたこのフラグメント、同年代にね発売された、これが正方形ということで現在のディテールとなっている。まあこれはあくまでも区切りをつけるために2014年というふうにさせてもらいました。見ていただきたいのはね、はい、こちらでございます。もうまさに皆さんもねお分かりかとは思いますけども、でもこんなに上がってたのっていうようなねお話になってくると思います。ちょっと定価ざっくりと言っていきたいと思いますけども、2014年からですね2019年まではですね17,280円と、そこからちょっと上がって17,600円、そして翌年2020年には19,250円、そこからさらに2年後ですね29,000円になります。ただここからですね19,250円と29,000円のですね、ジョーダン1が混在します。まあもちろんこれ製造自体は終わっているけども、発売が遅れたというものに関してはね、19,250円で発売したかったけども先に上がってしまった、製造がその後作られたもので定価が上がってしまったものが先に発売されたというような話でございます。ここからずっと混在するんですけども、2022年の11月も29,000円ということで、これシカゴロスト&ファウンドですね。でもこの翌月ミディアムグレーが発売されるんですけども、これ19,800円でございます。これもですね、きっと値上がり前にも作られていて、先にシカゴが発売されたという部分になりますので、実質この2020年の19,250円から2022年11月の29,000円までボンと上がっているような状況でございますと。そして現在、まあ昨年ですね、2023年、これが8月かで、29,500円、パロミノとかがそうですね。さらには10月に至っては26,950円ということで、まあ、イエローオークルなどですね、現在のジョーダン1に関しましては26,950円でございますということで、もう約その2014年から比べるとですね、9,000円、まあほぼ1万円ほど値上がりしているような状況でございます。まあ、すなわちまあこれインフレっていう話なんですけども、日本はですね、実はこれインフレではなくてデフレでもなく、スタグフレーションっていうね、ちょっと特殊なまあ経済状況なわけでございます。で、これね、皆さんご存知かどうかっていう部分でこれ知っておいていただきたいんですけども、よくねニュースとかで耳にするのは円安ドル高っていうふうに聞きますね。対ドルなんですけど、実は世界各国いろんな通貨がねあるわけです。でこちら見てください。日本以外の諸外国の通貨との価値の比較でございます。これ日本円棒グラフのこの棒線のところなんですけども、ドル4位で、日本はですね後ろから数えてトルコリラの次なんですよ。我々が日々ね汗かいて稼いでいる日本円っていうのは、世界の通貨と比較するとですね、こんなにも価値が低いんです。これ皆さんしっかりとね覚えておいた方がいいです。まあ今現状の話っていうのもありますけども、でも戦後始まって以来のですね1970年代と同じぐらいのね日本円の価値というふうに言われておりますので、これ大問題なんですよ。じゃあこの日本円のね価値が低いということが、我々にとってどういうことを意味するのかっていう話なんですけども、皆さん日本円を預金、日本の銀行に預けている、それすなわち日本円で所持をしているわけですから、今これから日本というのはですね、物価上昇 4% 以上で値上がりをしていくでしょうというふうに言われております。現在の日経平均株価がですね、確か3万9000円ほど、そうですね、日経平均株価3万9000円ですね、じりじり上がってきております。そのうちね5万円台まで上がるんではないかというふうには言われております。まあ、これね、まあ、そりゃそうですよ、物価上昇ですからね。まあ先ほどのね冗談の方が定価が上がっていく、要は売る
企業側としては売る定価のものがね上がるわけですから、その分売上、まあ利益も必然的に上がるわけですよ。なので企業は儲かるんです。本来はインフレっていうのはだからこそ賃金、従業員の賃金が増えて賃金も上がる、物価上昇と賃金も上がるからインフレなわけです。ただ日本に至っては物価は上昇するけども賃金は横ばいまたは下がっている。価値としてですよ、価値、最低賃金はじりじり上がってますけど日本円の価値は下がってるんですよ。でこれちょっと面白いグラフ作ったんですけど、こちら見てください、先ほどのですねジョーダン1の定価上昇とドル円の比較のグラフになってます。でですね、まあ、これ赤いラインが1ドルです。1ドルでずっとこれ2014年から2023年までをね、推移させておりますが、1ドルですからスニーカーの金額とはちょっと違うので切り離して見ていただきたいんですけども、ただその物価は上昇しているんだよ、でドルは横ばい、要はドルに対して物価上昇しているよっていうふうに見たときに、日本円っていうのはですね2014年の時点で1ドル101円、まあほぼ同じ通貨の価値っていうふうにねなっていたところが、どん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 円安が進み、昨年の12月に至っては150円ですよ、1ドル。1ドルのものを日本は100円で本来2014年は買えてたものが150円出さないと1ドルのものが買えなくなってしまっている。これちょっと見てください。はい、まあ、とあるね、YouTube 動画でございますが、これねリンク一応貼っておきますんで、まあ、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけども、結局年利でこれからですね物価上昇がコアな部分の 4% 上昇イコール、それすなわちですね日本円で持っていくと 4% 目減りしていくっていう話なんです。皆さんの銀行に預けている日本円預貯金がですね年利で 4% 減少するんですよ。じゃあ日本円で持ってていいのかっつ話なんです。はい、そこなんですよ私が言いたいのは。だから何か実物投資しませんか、した方がいいんじゃないの、これは気づく人気づかない人、あと強要するものでもないので自分から行動しないと始まらないです。ちなみに私は行動しているっていう話ですね。じゃあ皆さんどうしたらいいのかっていうところなんですけども、もうまさに今国が推奨している積立新NISA、今年の1月からね枠も広がって、かなり大きい金額が投資できるというふうになっておりますが、これね国政府のヒントなんですよ。今日本円を何か物に変え、物、為替、株に変えておいてくださいと。今後ちょっと日本の経済状況どうなるか分かりません。まあ経済状況は上がるけども日本円がちょっと下がっていく可能性がありますよということで、これ国からのヒントなわけですね。私ちょっと新NISAやっておりますが、ただちっちゃいお金でやってもですねこういうものってそこまで恩恵受けられないんですよ。なのでマックス上限、毎年ね上限を言って20年後よかったねって言われるようなね話なわけです。じゃあ、まあ、例えばその積立NISAにしてもね、オルカンとか SP500 とか、あとは、インド株とかね、まあもちろん日本株もありますし、インデックスファンドって言われる部分でね、いろいろ何を買っていいかわからない、まあ勉強しないといけないわけです。でもあまり興味がないものっていうのには皆さんやっぱ長続きもしないし、投資している間不安なわけです。じゃあ目にもっと見えるもので実物投資何があるの、不動産、車、時計、まあ、ロレックスとかね、あとはまあアパレル系のものでも、まあ、例えばシュプリームであったりとか、あの金額プレネがよくつくって言われるもの、あとサカイとか、オフホワイトとか、まあ、そういったものいろいろあるかと思うんですけども、そういった部分の中でじゃあ皆さんがご興味があるもの何ですか、興味があるものに投資しましょうよっていう話なんですね。これは本当功を奏してっていう話なんですけど、スニーカーが好きなわけです。スニーカー好きだからこそね長期的に保有できるんです。さらにはね所有欲求もこれも満たされますし、履きたい時に履ける、履かないなと思ったら売った時にそれが2万円で仕入れたものが3万円で売れたらそれはハッピーなわけですよ。だからこそ実物投資、スニーカー投資やっていきましょうっていう話なんですね。そういったことも踏まえてですね、もう最後のねお話に行きたいと思います。ジョーダン4、はい、今回のねブレッド、リーマジンド、まずちょっと参考までの話ですけども、今回ね、約フルファミリーサイズで50万足ぐらいリリースしている、するんではないかというふうにリークがございます。これあくまでもリークでございますが、昨今ですね、ナイキに関しては需要と供給のバランス、要はゴールデンバランスですね、需要に満たないぐらいの供給をすることで、ブランド価値を保つっていうやり方をですね、コロナ禍以降ですね、諦めてますよね。まあ供給量が多いというような状況なので、まあ50万足、まあ確かにあってもおかしくはないなと。そんな中で、はい、こちら見ていただきたいです。2022年の5月に発売されましたナイキエアジョーダン4ミリタリーブラック。これ当時ですね、私もスニーカーズリストックで、
なんかバグが生じてですね、買ってもゴッテムにならなくて、購入ボタンポ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 ンってやったら1アカウントで3足買えたんですよ。で実際私3足ともう1足で4足ぐらいね買ったはずですね。今ちょっと倉庫の方にあるので、まあリスト見ればわかるんですけども、今現在もう言いますね、金額で言うと海外では71,000円、日本国内では6万円ですよ。定価が当時24,000円ですから 200% のプレネ率です。これすなわち買ってなかったら24,200円なわけじゃないですか。でもこれ物を変えてたことによってその物は上昇していくわけです。円はこうなのにスニーカーの上昇はあるわけですよ。これはまあもちろん定価、為替の物価の上昇プラス人気のプレネという部分も付加価値としてあるので 200% っていうプレネ率の上昇が、あるわけですね。でこれ読み解いていくとですね、発売から約1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、3ヶ月近辺まではですね、定価のプラス5000円から6000、7000、8000、要は1万以下ぐらいで推移してるんですね、日本国内ですね。でそこから4ヶ月ぐらいからぐんと上がります。でもこれ上がる前に皆さんこれ海外の相場見てください。海外はそもそも日本の相場に比べてプラス1万7000円ぐらいの差額、もっと高かったんですよ。でこれもう毎回私ね、相場の話をする際に言ってるんですけど、海外の相場に日本の相場っていうのは引っ張られる傾向にあるんですよ。これ逆転してるとかしてる場合もちょっと別ですけど、基本的には海外の方が相場高いものがほとんどなので、日本の相場が低いものっていうのは海外が上がったら日本も上がるんです。なぜなら日本安いぞ、海外の人たちが日本から買うっていう風になるので連動していくわけなんですよ、必然的に。なので海外ストック X の相場を見るっていうのはすごく大事なわけです。で現状海外の相場、日本の相場今かけ離れては1万ぐらいの差にはなってますけども、一時これ2万2000円とか6000円ぐらいの、ね、価格相場あったと思いますけど、これ海外から多分買いに日本の分買われてるんで、また価格差がちょっと短くなったりっていうのはあるんですけど、発売から1年半でプラス3万以上のね利益が出ると。これ預金してたらね、2万4000円預金してたら何も変わらないですよ。でも2万4000円でスニーカー買ってたことが功を奏して、スニーカー好きが功を奏して、今売ったら6万円でお金が戻ってくるっていう話なんですよね。これがスニーカー相場、投資の面白いところ。これスニーカーに限らず投資って基本そうなんですよ。スニーカー転売してんじゃねえよっていう人いるかもしれないんですけど、価値がつくものってこれもう自然の摂理でそうなっちゃうんで、それを否定すること自体が間違いですね。そういったことを理解できないよ俺はって言っちゃってるようなもんなんで恥ずかしいんで、そういったコメントはね皆さんしない方がいいとは思います。で、このブレッドリーマージンの初動をちょっと見てください。はい、こちらですね、2月の17日発売で日本国内がですね3万7000プレネ相場ぐらいからちょっとこう下がって、今3万4500円ということで、定価からプラス、まあ、1000円2000円ぐらいなんで本当もビプレですね。でも海外見てください、4万4000、まあ、日本との差額1万円以上高いんですよ。これあくまでも定価ベースは合わせてます。でドル円で言うと215ドルなので、日本円の価値で言うと3万2000円前後なのでほぼ同じです。ですけども4万4500円で現状推移していると。でこれ先ほど言ったようにまだ全然グラフとしては成り立ってないんですね、期間が短いんで。でも海外が上がってる、要は日本よりもギャップがあるということは、これ日本も上がっていくわけなんですよ。数は多くても上がることはまず確かであろうと。で数が多いっていうのはそれはすなわち上昇していくことを鈍化させるわけなんですね。なのですぐお金にしたいよっていう人はあんまり向かないかなと。もう極端な話、1年以上寝かせない人、寝かせるのが怖い人は、買わない方がいいかなとは思うんですけども、でもいざ欲しい、博分としても欲しいよっていう人は今絶対買った方がいいです。でここからが私のスニーカー相場師としての、予想になりますけども、はい、こちらでございます。先ほどのねミリタリーブラックのリリース15万足ということで、あとはまあスニーカー、中国の投資家もまだ参戦していた状況もあるので過熱具合というのはねもちろんあったかと思いますけども、約3ヶ月ぐらいで上昇し始めたと思いますが、私が予測するにはですね、今年のそうですね秋頃、9月頃まではこのビプレ状態が続くと思います。単純にミリタリーブラックで考えると2倍から3倍ぐらい、さっき3ヶ月って言いましたけど6ヶ月、7、8、7ヶ月か、この状況が続くと思います。まあ今買っても7ヶ月後買っても同じっていう話なんですけども、その間半年間ぐらいね様子見てもいいと思います。じり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 、
プレネ自体は横ばいまたはビプレを推移して、そこから年末、まあ、ちょっとこれ短縮させてますけども、10月11月抜けてますけども、ほぼ変わらなかったのね。12月年末、今年の年末ぐらいからですね、プラス2000、3000と、海外の相場も同じような感じでリンクしていくと思います。最終来年の8月頃にはですね、プラス1万ちょっとぐらいまでには行くんではないかなというのが私の予測でございます。これは先ほどの、この根拠としては、そのミリタリーブラックはじめ、ちょっとグラフ化したのがミリタリーブラックだけですけども、それ以外のジョーダン4だったり、ジョーダン1のね、グラフっていうのを海外相場と日本相場の比較したものを私いっぱい作ってるんですよ。そういったものを研究した、まあ、これエビデンスというかそういったものを含めた、私の相場推移の予想になります。なので、信じる信じないはね、もちろん皆さん次第なんで、鵜呑みにはしないでください。ここを予想するのがね、やっぱ楽しいわけですよ。皆さんも独自にね、研究されて、まあ、調べていただいて、まあ、ほんと株投資と同じですよね。いろんな人の意見、見解があって、自分で予想を立てて、こう動いていく。それが当たった時に面白いっていう話なんで。まあ、私はね、スニダンさんの方でプレネで今まだ何足か購入している最中でございますが、先ほど言ったようにね、秋頃まではまだビプレイ推移するかなと思うので、予想を見ながらね、まあ、買い足し買い足しっていう風にしていきたいなと、そのうちちょっと7足ね、ここ並べたいなっていう風には思っているんですけども。辻村チャンネル。まあ、そんな感じで、今回ちょっと動画長くなりましたけども、円で持っておくとちょっとまずいかもよっていうことと、新ニーサやった方がいい。でも、あんまりそこに興味がないよっていう人は、自分の好きなスニーカー買った方がいいんじゃないのっていうところと、それをすることでスニーカー人気っていうのもまたこれね、上がっていくわけなんで、やっぱりみんなでね、スニーカー業界、スニーカーを盛り上げようっていう部分もね、意味としてはね、ございますんで、まあ、楽しいね、スニーカーライフをね、送っていきたいなと、今年も。思っておりますので、ぜひね、辻村のチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、一応余談ですけども、もうちょっと長いんであれですけど、そんな私ね、まだスニーカー投資、しているよということで、さらにね、はい。これね、ちょっと買うか買わないか迷ってたんですけど、買っちゃったんですよね。もう買ってね、まあちょっと初めて見るものも、これ全部種類違うんですけど、ちょっとこの後のね、別企画動画で開封しようと思いますけども、こんな感じで週にね、3から10ぐらいのスニダンからのスニーカーが我が家に届いているっていうような状況で、どん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 ちょっともう増えすぎちゃってですね、もう別倉庫に全て置いているような状況でございます。もう今、700足ぐらいあるのかな？ちょっと大変な状況でございますが、まあスニーカーショップをやりたいなっていう部分も含めての投資になるので、はいはい、まあそんな感じでございます。ぜひね、皆さん応援していただけると幸いです。ということで、本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。